幼い1一3月7日隊は、日本の経営者、政治家、衆議院議員と札幌市議会議員を務めた、株式会社未来経営研究所、代表取締役社長、北海道商工会議所連合会会頭特別補佐、サイバー大学客員教授、北海道経営未来塾塾長、1947年、北海道札幌市に生まれる、 1966年、北海道札幌北高等学校を卒業。1970年、北海学園大学経済学部を卒業。その後、民間企業に勤務する。1987年、札幌市議会議員選挙に立候補し、初当選。1991年、2期目に当選する。1993年7月18日。 第40回衆議院議員総選挙に、北海道第一区で公明党公認で立候補し、初当選する。1994年12月10日、新進党決闘大会に参加する。1996年10月20日、小選挙区比例代表制での、初めての選挙となる第41回衆議院議員総選挙に、北海道二区から新進党公認で立候補し、当選する。 2000年6月、第42回衆議院議員総選挙には出馬せず、政界委員会。2000年10月、株式会社、ニトリの社長、ニタドリ・アキオが、同じ北海学園大学卒業ということもあり、昇平される。2004年10月、株式会社ニトリ特別顧問、社長補佐に就任。社長の参謀役として、ニタドリを中央政界 地元財界へと接近させる窓口役として動く。その後は、公益財団法人、にたどり国際小学財団専務理事、サイバー大学客員教授、エジプト、太陽の船復元研究所副所長、専務理事等を歴任。2014年11月、株式会社ニトリホールディングスを退社。2015年3月、地を離れて、人はなし。人を離れて、 ことはなし、吉田商陰北海道から、グローバル企業を育てたい。との思いから、道内の若手経営者を集めた雫を改塾するため、株式会社未来経営研究所を設立。代表取締役社長に就任。2015年4月、北海道商工会議所連合会、回答特別補佐に就任。2016年4月、北海道経営未来塾。 実行委員会実行委員長。同月、北海道経営未来塾塾長に就任。2016年6月、北海道経営未来塾開塾。ありがとうございます。